マリーナ・パパエリアは、エジプトの女性モデル。ミス・ワールド1953で、第3位入賞。1953年、ミス・エジプト1953で準優勝。この時優勝したアンティゴネー・コスタンダは、決勝の地ロンドンまでの旅費を負担できず、準優勝の彼女が派遣されることとなった。なお、コスタンダは、ミス・ワールド1954で優勝した。 1953年10月19日、ミスワールド1953で第3位入賞。サリー・アンフォーセットの著書には、マリナは非常に個性的な人物と記載されている。実際、ロンドン到着直後から個性的に振る舞った。どうやら5種類の言語で侮辱行為が可能だったようで、結果的に彼女のルームメイトデンマーク代表。 イングリッド・アンデルセンはわずか一晩で部屋を変えてくれと要求した。他の誰もマリナとの相部屋を希望せず部屋はマリナ専用となった。彼女の揺るぎなき自信は間違いなくミスの王冠を取るという確信に基づいていた。ところが決勝の途中から雲行きが怪しくなると彼女の行動も怪しくなる。水着審査の際、はじめ更衣室から出るのを拒んだ。 全員揃っての水着の集合写真にも遅刻した。最終的にデニス・ペリエ優勝が告げられると結果を受け入れることができなかったのか、ふざけんな、と叫んでステージ上に倒れ、意識を失った。この直前の有名な写真は、フォトジャーナリストのサーストン・ホープキンスによって撮られた。翌日、記者たちに、見てみなさいよ、あの顔、髪の毛、スタイル、ミスワールド、 あの女衆、ええー、よ、と語った。ありがとうございます。